皆さんこんにちは。動画見に来てくれてありがとうございます。今回も青鬼 X デカキン編続きやっていきたいと思います。まあ、続きって言っても今回は最後のストーリー分岐を見るためだけなので、ちょっとナレーション、ほぼナレーションなんですけども、ちょっとご了承ください。さあ残り4つのエンディング見ていくぞ。さあ前回は飲みかけのコーラとステーキ屋のチケットを使ったから、順番的に、どうしようかな、焼きそば行ってみようか。1個余ってるもんね。はいどうぞ。ほら大盛り焼きそばよ。ただ大丈夫かな。普通は 2,3 人でなんとか食べきれるサイズだ。食べてるうちに逃げよう。ふむ、ごくん。な、一瞬だと？前菜にもならないな。それじゃ、いただきまーす。あー、ミカーキャーミカー、同じパターンで、タクロー、うわー。どうやら、これまでのようですね。なんで色じゃそんなに二連星なんだよって。さあ、また同じセリフで言ってくぞ。私もたまに、夜食で食べるサイズですからね。あの鬼にとっては一口でしょう。なんだとはい、こんな感じでしたね。ヒロシ、結構食べるんだな、お前。そんな、なんか、メガネで、陰キャな性格してそうだったのに、結構大食いなんだね。俺は、そんな食べれないぞ、多分。さあ、それじゃあ、次の方やってみましょうか。焼きそばは食べられちゃった。ハムはどうだ？もしかして、ハムも？ほら、ハムよ。まだ食べられる、と思うわ。ふむ、なかなかいいものを持ってるじゃないか。くんくん。腐ってるじゃないか。許せん。うそー、ミカまたしてもそしてタクロそして悟りを開いてるヒロシ、なんで冷静なんだよそんなに。ハムの賞味期限は40日前後。腐っていても不思議ではありません。なやだー、なんで知ってんのに出したんだよこいつさあもう、ハムもなんと食べられてしまった。賞味期限わかってるなら出すなよ。化け物だからいいと思ったのかヒロシこいつ。さあ次はじゃあラストかの、ポテチダメそうだよね。なんかあ、でもいっぱいある。ほら大量のポテチだからなんかデブは満足しそう。どうなんだろう、でも一袋一口とかでいっちゃうのかな。さーてこれがまたゼノのみたいにあの言葉が出てくるのか。ごくん、うわ袋ごと言った。うん、俺今何か食べたかな。いやあ、今度は有無を言わさず時間稼ぎが見え見えじゃーい。ということで、あーたくろあれは毒か。なんで色じゃそんな冷静なんだよと。ラクレットチーズがあればまだなんとかなったかもしれませんね。なあはーい、ということでヒカキン編これで全部クリアしたかな。さあ唯一生き残れた、あでももう一個ある。なんだろう、なんかあんのかな。パターン的には何がある？他に何かあったのか。うわぁ、これ最初からやらなくちゃいけないパターンか。いやぁ、マジかぁ。そっか。じゃあちょっとせっかくなのでちょっと、最初からやってみますか。さあ、入り口まで戻ってきて、なんだろうね。一回セーブして、で、ここもういっぱいクリアしちゃったから。他に試してるもんないよね。多分5つの種類で。で、俺が思うに、何も取らない場合、っていうのを一回ちょっとやってみたいと思います。で、死なないように、とりあえず逃げるぞ。さあ、追い詰められたぞ。行き止まりのようですね。嘘、どうしよう。という、いつもの流れをやって。さあ、これで何も食べれ、あ、来た来た。
おやつ用に持ってきたチョコくらいしかないわ。いいからあげてみよう。わかった。はい、これチョコよ。チョコ？まさか今日はバレンタインデー？そうよ。だからあなたに。もちろん本命だよな。え？本命だよな。キリよ、本命はいつだって拓郎だもの。なーにかーそこは嘘でも本命って言うんだ。ミカー、告白されてすぐ拓郎の身にもなれ。どうやらこれまでのようですね。さあ、なんでまた冷静なんだよ、お前はよ。ミカの拓郎への愛は本物だったということですね。な、綺麗に締めくくろうとするなあ、取っちゃった。はい、ということで、ヒカキン編、全部缶でございますね。出かけ鬼にチョコレートを渡して食べられたということで。食べられた、食べられた、食べられた、脱出した、食べられた、食べられたで。なるほどね。あ、でも結構面白かったね。もうちょっとね、こんだけ分岐があるから、長いストーリーになるかなと思ったら。ヒカキン編みたいにショートストーリーだったね。まあおまけモードって感じだもんね。おー、楽しかった。コミカルでね、よかったよね。面白かった。いいね。ミュウさんはどのエンディングが好きでしたか？この5つの中でね、ちなみに私はチョコが一番良かったですね。まあ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 、なんかね、ミカのね、純愛の心が勝ったということでしょうか。まあ、壊れたけどね。はい。オッケー。じゃあ、こんな感じで、これからもいろんな動画出していきたいと思いますので、よければまた見に来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。